大吉寺蔵は、元は本堂前に鎮座していた、豪寺寺寺寺は、香川県宇多津町にある寺州と新言宗の寺院。三号は、仏光山。四国八十八箇所令場の、第七十八番札所。本尊は、阿弥陀如来。本尊新言、御阿弥立て伊勢からう御栄華、踊り羽念仏申す、道場寺病死を揃え金を打つなり自伝によれば、狂気が、 人気2年に一尺八寸の阿弥陀如来を本尊として道場寺の名で回帰した。大道2年に空海がガランを整備した。その時に薬除けの西願を修士大師像を治め、それが薬除け歌図大師として信仰されていると言われている。忍受年間には理玄大師が阿弥陀三昧の行を修した。カン年間には絵心僧図が 釈迦如来の絵図を収め釈迦堂を混流した。昭和元年には一辺商人が遊行の折に3ヶ月投入し踊り念仏の道場を開いた。その後も栄えたが、天正の陛下で道具を消失するも漢文4年、高松藩主、松平頼重により最高その時の十字と徳川家の関係により、自習に属し、豪寺寺と解消した。しかし、 四国ペン黎明書図へにも1826年の農協町にも道場寺となっている。四国88箇所では珍しい異なる自習と新言宗の二つの宗派が共存する寺になっている。三門をくぐり、左側の石段を上がると駐車スペースになっていて、左側にある首郎と長寿社の前の数段の石段を上がると左に農協所、右向こうに本堂がある。 本堂左の通路を通り、石段を上がると正面に大指堂がある。清泉寺の園堂。ありがとうございます。